ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日紹介するのは、ご意見無用、アナーキー・イン・ザ・ニッポンを紹介するぜ。申し訳ないけど、なんとなく漂う地雷臭。さて、その実態は。それでは、ゆっくりしていってね。ご意見無用、アナーキー・イン・ザ・ニッポンは、1997年10月2日に株式会社 KSS より発売。KSS は主にオリジナルビデオを制作していた会社。美少女アニメを制作していた会社だぜ。ピンクパイナップルはかつては、KSS の傘下にあったんだ。ピンクパイナップル、聞いたことないわね。聞いたことないの。聞いたことあるんだ。5本。制作は株式会社メディアニューズ。バーチャファイターの鉄人。池袋サラ、新宿ジャッキー。ブンブン丸、柏ジェフリーの4人が監修。池袋サラこと吉峰と吉越が、メインプログラマーとして関わっているぜ。監修だけでなく、プログラマーとしても携わっているのね。キャラクターデザインは加瀬敦氏。代表作はカメレオン。その続編で黒アゲハがあるぜ。バーチャファイターの大ファンなんだ。その縁で関わることになったのかな？ジャンルは格闘ゲーム。1998年にはプレイステーションで、ご意見無用2が販売されたぜ。2まで出ているのね。このゲームは一人でも上手くなれるよう、ゲームモードが充実しているぜ。まずは練習モードね。各項目ちゃんと基本は抑えているぜ。技の練習がそれぞれできるようになっているわね。注目は格闘編集モードだぜ。CPU のルーティンを自分で設定できる。相手、自分の状態によって、CPU の取るべき行動を指定することができるんだぜ。ふむふむ、これで鍛錬してくのね。それぞれ設定は、条件の決定、距離の決定、アクションの決定、技の比率の決定があるぜ。随分細かく決められるのね。その他このゲームの特徴としては、バックステップが相手を遅くしてあるぜ。転ぶこともある。転ぶの？これは攻めた側が有利になるよう、監修の意向が反映されているんだ。いい傾向ね。それと表には出てないけど、監修である鉄人が参戦しているぜ。強いのかしら。ところで、肝心のゲームの評価はどうなの？当時の雑誌のレビューでは10点満点中、7点、5点、7点。なかなかの高得点となっているぜ。地雷臭だなんて言ってごめんなさい。レビューの評価点としては、操作性がスムーズでストレスを感じない。攻撃側のモーションがかっこよい。やられモーションはいまいち。3D 格闘ゲームとしてはかなりの完成度。華やかさが足りないのは残念。といった意見があったぜ。好意的なものが多いわね。私が実際にプレイした感想としては、キャラクターが個性的でサクサク遊べるのが良かったぜ。残念だったのはエンディングがスタックロールしかなかった点。せっかくキャラデザに加瀬敦氏を起用しているのだから、エンディングに1枚絵でもあれば印象が変わったと思うぜ。マリサも印象としては概ね好評なのね。ちょっと惜しい作品と感じたんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。